こんにちは、アラサー夫婦です。私たちは1年半後に沖縄移住し、セミリタイアすることを目標に日々投資や節約を頑張っています。今回は35ヶ月目、リバり17%超え、積立 NISA 運用実績公開というテーマでお伝えしていきます。毎月恒例の積立 NISA の運用実績を公開していきます。2018年の2月から積立 NISA を始めて35ヶ月が経過しました。 今回はいつも通りですね、積み立てている銘柄やトータルリターンと合わせてですね、まあこれまでの評価額の推移も合わせてご紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴いただけたらと思います。まずはじめに積み立て NISA の目的についてご紹介しておこうと思います。で、ほとんどの方はこの積み立て NISA を始めるにあたってはですね、これが一番大きい理由だと思うんですね。まあ、節税しながらなおかつ福利の効果を生かした資産拡大ができる。 これがですね、積み立て NISA の一番のメリットだと思うんですね。あとですね、私自身が思うですね、目的についてご紹介すると、まずはですね、まあ、後輩当株のデメリットを補ってくれるっていうところなんですね。私たちアラサー夫婦は、かなりですね、後輩当株投資に比率を置いてるんですが、それでもですね、一部積み立て NISA や特定口座ででもですね、投資信託をコツコツ買っていってます。 これはですね、高配当株投資だけをしているとですね、なかなか効率よく資産形成、資産拡大っていうのができにくいんですね。なので、そのデメリットをですね、この積み立 NISA で、まあ、補ってくれるっていうのがですね、まあ、私自身非常に嬉しく思ってます。積み立 NISA 分だけでもですね、投資信託をコツコツ毎月ですね、買っておくと結構ね、僕自身精神的に安定するんですよね。まあ、少なくとも積み立 NISA 毎月購入しているから、他の高配当株 投資でで、まあ、買わない月があったりとかですね逆にこう暴落した時にぐっと買いましたりっていうのがこうしやすいんですよねなので、まあ、僕自身のこう精神安定剤的なあポジションにこの積みたて NISA は置いてますねこの積みたて NISA で資産形成できたお金の使い道はですねまあ私たちの老後資金だったりあとは子供ができた時のですね子供の教育資金に充てれたらいいかなと思っていますななのでで今すぐですぐね必要なお金 っていうわけではないので、まあ、今後もずっとですね、長期的に積み立てていこうと思ってます。で、簡単にシミュレーションですが、積み立てに差をですね、まあ20年間、非課税期間の20年間40万円ですね、満額40万円を積み立てているだけでですね、まあ、利回り5%から7%で計算すると、まあだいたい20年後には。 1,300万円から1,700万円の資産になっているっていうことでまあ積立 NISA だけでもやっておけばまあ老後問題っていうのはまあほとんど解決できるんじゃないかなとあの僕自身は思っておりますここからは積立 NISA の銘柄の積立設定をご紹介していきますで私自身ちょっとコロコロ変えてしまっているところがあるのでそこをまずご紹介しておこうと思います積立 NISA を始めた当初はですね3つの銘柄に投資してました まず一つ目が楽天 VT、楽天全世界株式インデックスファンドですね。二つ目が Fifmi フフプラス。三つ目が世界経済インデックスファンドという三つの銘柄に積み立てをしておりました。この三つの銘柄でしばらくですね、ずっともう放置状態でですね、えー、積み立てを行っておりました。で、この今年のですね、2020年の1月ですね、 ここでですね、私自身投資信託に関するこう情報だったり、まあ、こう選び方とかですね、そういったところの知識をつけていって、銘柄をですね、この2つに変更しました。1つは楽天 VT ですね。こちらは最初から積み立てていた銘柄ですね。こちらに2万円。で、2つ目が EMAX シスリム、米国株式ですね。こちら S&P500 に連動するインデックスファンドですね。こちらに1.3万円分を積み立てすることに決めました。 まあ、イーマキシスリムといえばですね、もう信託報酬がかなり安いということで、えー、大人気の投資信託ですよね。こちらにこう投資を開始することにしたんですね。ただですね、まあ、積み立てをしていたんですが、今月ですね、2020年の12月から、えー、楽天 VT1 本に3.3万円をですね、全額積み立てていくことに決めました。 はい。こういったですね、まあ複雑な経緯があったんですね、私自身は。で、楽天 VT に、えー、投資する理由っていうのはですね、別の動画でも解説してますので、また気になる方いれば、えー、そちらも見ていただけたらと思います。では、ここからですね、私の証券講座を見ながら解説していきたいと思います。 銘柄としては4つですね。ひふみプラス、楽天 VT、Emaxis Slim、米国株式、世界経済インデックスファンドですね。今は積み立てていないものもですね、現在すべて保有してます。あの、一度も売却はしておりません。 はい。まあ、すべての銘柄ですね。まあ、プラスの利回りにはなっております。で、その中でも一番いいリターンを出しているのが、ひふみプラスですね。えー、26.46%のえー利回りとなっています。もうかなりいい利回りですよね。もうさすがといったところで、まあ、このひふみプラスはアクティブファンドと言われるね、分類にはなるんですけど、 信託報酬が少し高いのでコストとしてはかかってしまうんですけど現時点ではいいリターンを出してくれてますね。で楽天 VT の方を見ていくとこの楽天 VT もですねかなりいい利回りなんですよね16.08%ということで、まあ、全世界株式になるんですけどかなりいいリターン出してますよね。 エマキシスリン米国株式 S&P500 に連動する投資信託ですね。こちらも14.84%ですね。こちらはですね、まあ、今年の1月から積み立てを始めたので、結構こう、暴落時もこう挟んで、そこからこうずっと積み立てていってるので、今ですね、S&P500 が右肩上がりになっていってるので、まあ、こちらもいいリターンになってますね。最後、世界経済インデックスファンドですね。こちらも11.72%ということで、こちらはですね、まあ、株式がメインなんですけど、一部債券も含まれています。 なのでまあ少し利回りとしては低いんですけど、まあ、それでも10%を超えているっていうことでかなりいい利回りですよね、まあ、下の円グラフはですね私の保有している銘柄のポートフォリオになりますでまあ見ていただくと、まあ、楽天 VT が一番比率としては多くなっていってて、まあ、43%を占めているっていうような状況ですね まあ今後ですね、もう楽天 v t 一本に絞って積み立て投資をしていくので、今後どんどんですね、楽天 VT の比率を高めていこうと思っております。で、運用実績をまとめますと、投資額はですね、99万3310円です。で、現在の評価額が116万7334円です。 含み益がプラス17万4千四4円ということで、利回りがですね、なんと17.5%ということで、かなりの利回りになっている状況です。もう本当にありがたいですねで。こちらが評価額の推移になっております。で、まあ30ヶ月目からしか取れてはいないんですけど、基本的にもう綺麗な右肩上がりになってってますね。 で特にですね、まあ、34ヶ月から、まあ、今月ですね、なった時にですね、結構強化額としては上がっていて、まあ、プラス10万円ぐらいですね、上がってるんですよね。前月が106万円だったんで、今月116万円なんですよね。なので、積み立ての投資額としては3.3万円だったんですけど、プラスで7万円ぐらい利益が上がってるっていうことで、かなりえー今月は良かったなっていうところですね。 続いて利回りの推移についてもまとめてみました。こちらも基本的には右肩上がりなんですけど、まあ、前月からの、えー、利回りの上昇っていうのがかなり目立ってますよね。先月は11.3%だったんで、まあ、6%以上利回りが上がっているっていうような状況ですね。まあ、現在米国の株式もそうですけど、日本の株式もやはりこう株高になっていっている状況なので、まあ、この恩恵を受けられているっていうような状況ですね。 まあ今後もですねこの利回りがずっと続いていくとはまあなかなかね考えにくいところはあるのでまあ利回りが下がってもですねまあコツコツ積み立て投資は続けていこうと思っておりますで最後に今後の運用方針ですがまあお伝えしておりますが楽天 VT 一本に全集中で投資していこうと思っていますでちなみにですねこの積み立て兄さんに関してはセミリタイヤ後もですね継続をしていこうとは考えておりますやはりこう 積み立てをこう途中でやめちゃうとですね、なかなかこう、膨りの力だったり、まあ、非課税枠をすべて使わずに、こう、もったいないことをしてしまうっていうことにも、えー、なりかねないので、まあ、セミリタイヤ後もしっかりですね、積み立てを継続できるように、えー、まあ毎月の収支っていうのを考えて、セミリタイヤ後の生活もイメージしております。はい。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。 この積み立て NISA に関してはもう今後ずっとですね、もう放置状態で、積み立てをコツコツ継続していこうと思いますので、今後も毎月ですね、積み立て NISA の運用実績については公開していこうと思います。最後にポチッとチャンネル登録よろしくお願いします。